眠くなっちゃった気持ちはわかるわよ。こうして暗い中で横になってるとついうとうとしちゃうわよね。うん、私は特に眠くはないわそっち？心配してくれてありがとう。そっちも平気よ。だってこんなに眩しい月が目の前に出ていれば怖い気持ちも引っ込んじゃうわ。地球一周がだいたい4万キロらしいから8周半から10周くらいすれば月までの距離と同じになるわね。それでも他の星と比べたらずっと近いのよね。さあどれかしら。宇宙はまだまだわからないことだらけだから。でも遥か昔から、もしかしたら地球が生まれたその時から地球のそばに寄り添い続けてきたことは確かなんでしょうね。広大な宇宙でこの青い星を優しく照らしながら見守るようにずっと。きっと月が勇気を与えていたのね。この先何十億年も生きていく勇気を。私も同じよ。君がいるから怖くない。どんな暗闇も。君が同じ夜空の下で同じ月に照らされていると思えば無限に勇気が湧いてくるわ。出会った時から私の心にはずっと君が寄り添っているの。地球と月のように。生まれた時から一緒にいるみたいな自然さで、これからもずっと私を照らしてくれる？いいでしょう。別に私の心にいる君はちょっと無口なのよ。ありがとう。また心が明るくなった気がするわ。泣いたことなんてないわよ。